長谷部もサポートに行きます。そして、うん、ここは清武、個人のアイデアで打開しようとしますが、さあ仕切り直し日本、森重、本田へ足元を収めた、しいですよ。そして高いボール、ヘディング落としてシュート、ー決まった。なんと金崎、代表初ゴールはシンガポールから貴重な先制ゴールです。本田から武藤を落として、そして最後は金崎の左足です。山口さん、やはりサイドからでしたね、それと長嶋さん、どうでしょう、ストライカーとして、はい、できました、まあ、今2人いたんですね、はい、左で作りながらサイドチェンジ、まあ、長谷部選手も、ね、非常に丁寧にボール出したんですね、はい、ダイレクトで上げれるように、まあ、今中に本田、そして金崎、武藤と3人ぐらい入ってましたからね、はい、本田、そして長谷部、ダイレクト、金崎、これも裏を取った、中に戻してシュート、本田圭佑、本田のゴールで2対0。やはり清武が効いています。そして武藤、最後は本田圭佑、特にその長谷部選手ですかね、はい、このアンタッチパスですかね、あそこで躊躇してパスを出さないというより必ずこう、はい、早い位置で出してきますよ ね、 もう縦のね、動きが出ている時はシンプルに使うと、はい、使うという、そしてそのアシストがね、非常に多いんですよね、そうですね、その特徴が早くも出ました。さあもう1点取れるか日本、柏木、ヘディング、いやー、これはディフェンスが弾き出した、さらにはシュート、足に当たって、シュート入った、日本、吉田麻也のゴールで3点目、惜しかった追加点を吉田麻也が。今ハリルホジッチ監督がもう満面の笑みで吉田選手に向かって、いやお前の得点じゃないっていうジェスチャーをしてました、はい、吉田の足に当たってただちゃんとコース変えてますからね、そうですね、それと、まあ、まあ一つの、ね、課題であった、まあ、セットプレー直接ではないですけれども、まあ、この セットプレーからの、ね、流れっていうのは非常に大きいんじゃないですかね、はい、まずは一つ目のこのヘディングは弾かれましたが、ディフェンスに弾かれましたが、その後吉田麻也が決めて